フリードリヒ・プレラーは、ドイツの画家、版画家である。バイマルの公爵家自由会画学校の教授を務めた。同名の息子の風景画家と区別するためにデア、アルテレが付される。チューリンゲンのアイゼナ派の菓子職人の息子に生まれたが、生まれた年に家族とバイマルに移り、バイマルの高校で学んだ。 1814年から1821年まで、バイマルの公爵家自由絵画学校で学び、この学校に関係の深かったヨハン・ボルフガング・ホン・ゲーテに知られるようになりゲーテの仕事を手伝った。ゲーテの支援を受けて、ドレスデンに留学し、ザクセン・バイマル・アイゼナハ大公、カール・アウグストから奨学金を得ることができた。1824年に、ドレスデン大公のオランダ旅行に随行し、 オランダでアントウェルペン王立芸術学院に学んだ。1827年から1831年の間、イタリアに留学し、1832年にゲーテが亡くなった時、死の床にあるゲーテの姿を描くことが許された。1840年からはノルウェーを訪れた。1844年にバイマルに戻り母校の絵画学校の教授、宮廷画家に任じられた。 1859年から二度目のイタリア滞在をした三年間を除きバイマルで働き、1868年から絵画学校の校長を務めた。プレラーの教えた学生にはカールハーゲマイスターらがいた。ありがとうございます。